級危険種動竜か。相手に不足はないな。怒ったな。お前だ。ねえ。少年、まさか危険士を一人で倒してしまうなんて。ふん、当たり前だろ。俺にかかればあんなやつ楽勝だって。ちなみに俺は辰巳って言うんだ。デートで有名になる男の名前だから覚えといた方がいいぜ。あんたもしかしてデートで一旗あげようってのか。ああ、デートで出世、田舎者のロマンだぜ。デートは君が思うような夢のある場所じゃないぞ。にぎわってはいるが、このドリューよりもタチの悪い化け物がいっぱいいるんだ。なんだよ、街中で危険種でも出るっていうのか。人だよ、人だけど心は化け物。そんな連中ばかりなんだ。忠告はありがたいけど、今さら引き返すわけにもいかねえよ。俺たちがデートで稼いで村を救うんだ。人が次第に朽ちるように、国もまた滅びゆく。千年栄えた帝都すらも今や腐敗し生き地獄。人の形の地味無量は我が物顔でばっこする。天が裁けぬその悪を闇の中で始末する。我ら全員殺し屋家業。希望者か。じゃあこの書類書いて俺のところ持ってきな。これって一平卒からスタートってこと？当然だろ。そんなのんびりやってられるか。俺の腕を見てくれ。使えそうなら隊長クラスあたりから士官させてくれよ。出てこい。なんだよ、試すぐらいいいだろ。ふざけんな。この不況で希望者が殺到してんだ。雇える数にも限界があるんだよ。え、そうなの？分かったらどっか行け、クソガキ。だったら騒ぎを起こして名を売るか。でも捕まるかもしれないし。はーい。お困りのようだな少年。お姉さんが力を貸してやろうか。これがデート。ん、どうしたんだお前。少年はさ、デートにロマンを求めて地方からやってきた口だろ。なぜわかる。一発でわかるさ。デートに長く住めばよそもんくらいで。私、手っ取り早く仕官できる方法知ってるんだけど。マジ？教えてほしい？じゃあお姉さんにご飯おごって。いやー、昼間っから飲む酒は最高だね。少年も飲め、楽しく行こう。それより、仕官できる方法を教えてくれよ。ああ、それはな、つまり人脈と金だな。金？私の知り合いに軍のやつがいてな、そいつに小遣い出せばすぐだすぐ。
なるほど。なら、これで足りるか。ほう、足りる足りる。道すがら、危険種買って褒美もらったりしてたからな。強いんだ。こりゃ即決で隊長だな。ゴー、頼んだぜ。私との出会いはいろいろ勉強になると思うよ、少年。じゃあ話つけてくるから、そこで待っててね。はい。お客さん、そろそろ店じまいですぜ。まあ、俺人待ってるんで。ありゃあんた、金持ち逃げされたんだよ。今の程度で人をホイホイ信じるとはな。詐欺じゃねえか、訴えてやる。無理無理、騙される方が悪いって。ちくしょう、飯代払ったらすっからかんじゃねえか。あのおっぱいじゃなくて、あの女。勉強になるってこういうことかよ。くそ、俺の田舎じゃあんな嘘つくやついねえぞ。まあいいや、今日は野宿、どこだって寝られるぜ。止めて。またですか、お嬢様。仕方ないでしょ、長文なんだから。もし泊まる当てがないんだったら、私の家へ来ない？俺、金持ってないぞ。持ってたらこんなところで寝ないわね。アリア、お嬢様はお前のようなやつを放っておけないんだ。お言葉に甘えておけよ。どうする？まあ、野宿するよりはいいけどよ。じゃあ、決まりね。おお、アリアがまた誰か連れてきたぞ。あら、クセよね。これで何人目かしら、お母さん。どうも、この度は。あのおっさんたち、緊張しなくてもいい。すごく強え。こういう人たちがいるから、得体の知れない俺にも優しくできるのかな。それにしてもいるんだな、帝都にも。こんなに優しい人たちが。拾っていただき、ありがとうございます。なるほど。軍で出世して故郷の村を救いたいか。はい。だがね、君、帝都の内部は平和だが、この国は三方を異民族に取り囲まれている。国境での彼らとの戦いに駆り出されるかもしれないぞ。覚悟はしています。なるほど、見上げた根性だ。若者はそうでないとな。辰巳はその村から一人で来たの？いえ、三人です。実は。んじゃ、行ってくるぜ、村長。うん、幼い頃から高め合ってきたお前たちじゃ。その腕で出世のチャンスをもぎ取るんじゃ。任せてよ、村を豊かにしてみせるわ。そうすりゃ、飢えて死ぬこともないからな。まあ、この家康様の流しで渡るまで10年ってところだな。家康はきっと規則守れなくて打ち首ですよ。さよ、てめえ、ありそうなこと言うんじゃねえよ。元気は十分のようじゃな。では辰巳、最後の選別じゃ。こいつを持っていけ。いざとなったら売るんだな。違うわ。肌身離さず持っていろ。きっと神様が助けてくださる。まあ、ありがとな、村長。とまあ、そんな感じで意気揚々と、その後野党に襲われてチリジリになったんです。まあ、あいつら強いんで心配はしてないんですが、ただ家康ってやつがすごい方向音痴なんで。なんだと。集合場所の程度までたどり着けるかどうか。よかろう。軍の知り合いに口添えをしておこう。あと、その二人の捜索もな。本当ですか、ありがとうございます。アリアの勘って当たるんだけどね。きっと近いうちに二人とも会えると思うよ。アリアさん、ついてる。最後はいい人たちに助けられたな。あとはサヨと家康だな。二人とも無事に帝都についてるといいんだけど。次はあの店に行くわよ。お待ちください、お嬢様。お嬢様の買い物ってすごいんですね。もうなんか量が面白くなってますよ。お嬢様に限らず、女ってのはみんなこんな感じだろう。そうっすか。俺の知り合いは着物はすぐ選ぶんですけど。着るものがないからだ。それより辰巳。はい。あれを見てみろ。あの遥か先に見えるのが帝都の中心、宮殿だ。でっけー。あれが国を動かす皇帝様のいるところですか。いや、
少し違う。皇帝はいるが、今は子供だ。その皇帝を陰で動かす大臣こそが、この国を腐らせる元凶だ。大臣と、変な声を出すなよ。聞かれれば打ち首だ。じゃあ、俺の村が重税で苦しんでいるのも帝都の常識だ。他にもあんな連中もいるぞ。ナイトレイド、帝都を震え上がらせる殺し屋集団だ。名前の通り、標的に野襲を仕掛けてきやがる。帝都の重役たちや富裕層の人間が主に狙われている。一応覚悟はしておけよ。はい。あととりあえずあれ、なんとかしてこい。え？何の修行ですか？さて、今日も日記をつけようかしら。やめられないわね、この趣味は。来るのを待つ。その間敵を食い止めてくれ。いい、それは無茶す。こうなったらやるしかねえ。強敵ではない。気にしてられない。そもそも女の子一人救えない奴が村を救えるわけがない。油断して近づいても来ねえのかよ。手応えが人体ではなかった。
村の連中が守ってくれたのさ。茜の刀と会えたりしてまだ生きてるなんて、あの少年やるな。ちょっと待て、お前ら金目当てかなんかだろ。この子は見逃してやれよ。戦争でもないのに罪もない人間を殺す気か。ダメだ、こいつ全く話を聞いてねえ。待って、お何をする。まだ時間はあるだろ。この少年には借りがあるんだ。その借りを返してやろうと思ってな。あんた、あの時のおっぱい。そうだよ、美人のお姉さんだ。少年、お前罪もない人間を殺す気かと言ったな。ならばこれを見てもそんなことを言えるか。見てみろ、これが帝都の闇だ。地方から来た者たちを甘い言葉で誘い込み、己の趣味である拷問にかけて死ぬまでもてあそぶ。それがこの家の人間の本性だ。サヨ、おい、サヨ、サヨなのか。知り合いもいたのか。おっと、逃げようってのはむしろ良すぎだぜ、ジョーちゃん。この家の人間がやったのか。そうだ、護衛たちも黙っていたので同罪だ。嘘よ、私はこんな場所があるなんて知らなかったわ。辰巳を助けた私とこいつだとどっちを信じるのよ。辰巳だろ、俺だ。家康、俺とサヨはその女に声をかけられて、虫を食ったら意識が遠くなって気がついたらここにいたんだ。その女がサヨをいじめ殺しやがった。全人の皮をかぶった佐渡家族が邪魔して悪かったの。葬る。待て、まさかまだかばう気か。いや、俺が切る。憎い相手とはいえためらわず切り殺したか。さすがは辰巳、スカッとしたぜ。家康、家康、イボラ病の末期だ。ここの婦人は人間を薬漬けにし、その様子を日記に書いて楽しむ趣向があった。そいつはもう助からない。辰巳、家康、それはさ、あのクソ女に最後まで屈しなかった。かっこよかったぜ。だからこの家康様も最後はかっこよく。もう気力だけで持っている状態だったな。どうなってんだよ、帝都は。行こう。なあ、この少年持って帰らないか。アジトはいつだって一人ぶつだ。運や度胸、才能もあると思わないか。二人の墓を。ああ、遺体は私が後でアジトまで運んでやるから安心しろ。離して。遅い、何やってたのよ。何やってたの。仲間だ。はあ、あれ、言ってなかったっけ。今日から君も私たちの仲間だ。ナイトレイドに就職おめでとう。ん、なんでそうなるんだよ。諦めろ、レオーネが言い出したら聞かない。さすが親友、分かってるね。ブラッチ、こいつよろしく。離せ、俺は殺し屋になる気なんか。何が。作戦終了、帰還する。